腰のマッサージ。両四肢の腹で腰骨の横の筋肉を腰の付け根からお尻の際まで線状に揉んでいきます。お尻の際まで来たら腰の付け根まで戻ります。もう一往復繰り返していきます。このマッサージは腰痛を和らげてくれます。それでは次に腰の外側のマッサージをしていきます。両親指の腹で腰の外側の筋肉を中心に向けて腰の付け根からお尻の際まで押していきます。お尻の際まで来たら腰の付け根まで戻ります。もう一往復繰り返していきます。このマッサージは腰痛を和らげてくれます。